今日はマツダの方からアナウンスされています CX60、 こちらの方のパワーユニットのお話を少ししてみようかと思います。でこちらのパワーユニット、僕自身もすごく興味がありまして、3つ今回バリエーションがあります。でそのうちの1つ非常に気にしているところがあるんですけれども、まず1つ目が直四のガソリンマイルドハイブリッドという組み合わせと、もう一つが直四のガソリンのプラグインハイブリッド。そして今回私がすごく興味があったところとして、直六ディーゼルマイルドハイブリッドという、この三つの組み合わせで、今回この CX60 という車が出てくるということで言われています。で今回はこちらの直六のディーゼル、こちらの方の技術的なエンジンのご紹介をしていこうと思います。でこちらの方、スカイアクティブ D の 3.3 リッターということで、かなり 2.2 リッターから排気量アップされているということになります。詳細は 3283cc。でボアストロークは 86×94.2 ということで、こちらに関しては 2.2 リッターのスカイアクティブ D と同じボアストになります。で圧縮比が 15.2 で最大出力が 187kW、 回転数が 3750回転、最大トルクが 550N の 1500 から 2400 回転と。下級方式に関してはまだオフィシャルにはなってないようなんですけれども、おそらくシングルターボということになっています。で動弁系は DOHC でディーゼルですので、もちろん燃料噴射方式に関しては直噴になっています。今回マツダから出されました直六の直噴エンジン、こちらの特徴を見ていきたいと思います。今まではダウンサイジングということが、当たり前になっていたわけなんですけども、今回マツダらしい発想というか、ダウンサイジングじゃなくてアップサイジングということで、逆のことをやってきたというのがまたマツダらしい、エンジニアさんらしい試みかなと思います。で従来は 2.2 リッターで 450N だったんですけども、今回が 550N ということで、エンジントルクが上がってるんですけれども、エンジントルクが 24% 向上していると、いうことになっています。でこれは目的に関しては、主には出力トルクアップというのをもちろん果たしていくわけなんですけれども、通常の目的だけじゃなくて、マツダが考えていたのは吸入空気量増加分、排気量分だけ吸入空気量もちろん上がりますので、それによって排ガスのクリーン化と低燃費化という目的で排気量アップをしてきたというところがマツダらしいところ、なおかつ注目すべきポイントになっています。今回排気量アップによって排ガスのクリーン化と低燃費化、重きを置いて開発してきた 3.3 リッターのエンジンなんですけれども、なぜ排気量アップによってそれらが達成できるのかということになるんですけれども、これ横軸がトルクで縦軸が ESFC ということで、エンジン燃料消費量ということになるわけなんですけれども、このようにトルクが上がってきても、この線を見ていただくと黒い線が 2.2 リッター下の線が 3.3 リッターなんですけれども、このトルクが上がっているこの領域、低速トルクに関しては、2.2 リッターも 3.3 リッターも燃料消費量というのが変わらないと、いうことに関しても、燃費の玉みたいなものが、今回新たに入ってきたということが、伺えるところではあるんですけれども、さらに、この実用領域、中高速域に関しても、このような形で、燃料消費量というものが 8% も上がっていると。で、この 8% 上がっている理由っていうのが、何かというと、ここに書いてあるんですけれども、上視点 PCI 燃焼ができる領域を増やしたことによって、中高負荷領域においても、燃費性能を
低減させることができているということになっているようです。PCI 燃焼の容器を増やすことによって燃費を 8% 低減することができるよというお話をしたわけなんですけれども、PCI 燃焼自体を実際は増やしてしまうと、この NOX の排出量というものが大きくなってしまいます。で、それを今回、排気量を 2.2 から 3.3 リッターに拡大することによって、吸入空気量自体が増やせるように、排気量が増えるわけなので、それによって燃焼室の取り入れる空気の量が増えますんで、NOX の排出量を抑えようということです。で、それによってこの NOX 自体が低減できると。トルク自体は出力としては550ニュートンまで上がるんですけれども、NOX 自体は低減できるよと、いうことで、今回 3.3 リッターの排気量を導入したという背景があるようです。PCI 燃焼を領域拡大することによって、燃費性能を 2.2 リッターの従来のエンジンから 8% 低減することができたということなわけなんですけれども、じゃあ具体的にどういった燃焼させているのかということが気になるところになってくるかと思います。で、今回一番注目するべきポイントというのが、直列6気筒ということももちろんそうなんですけれども、この燃焼ということにおいては、2段エッグ燃焼室を用いたというところになります。ディーゼルの場合ですと、燃焼室はピストンの頭の部分、クラウンドと言われているところにあるわけなんですけれども、このが燃焼室なんですけど、この2つの燃焼室を持っているというのが、今回、この PCI 燃焼領域を増やすことによって、低燃費化を測ることができるようになった大きなポイントになります。マツダの場合は、さらに DCPCI、空間制御予混合燃焼ということをさせています。で、これは先ほど冒頭でお話しした通り、なんですけれども、この2つの燃焼室を用いているピストンがありますので、で、このボールリムブっていう出っ張ってる真ん中の部分に燃料を噴射させて、燃焼室との上と下でスワール効果を発生させることによって、空気と燃料を混ぜる、横混合させるということをしています。で、これによって、ピストン自体は止まってるわけではないので、上支点に向かって圧縮させている状態。そうしますと、この燃焼室の温度が上がって、自着火するようになりますので、まずは下の部分から着火して、で、次に上の部分を着火して、で、その次に、もう一度、このリム部に噴射をさせて、で、最後に、真ん中の部分、燃焼室の中央の部分で燃焼させると、いうことです。これによって、空間制御予混合燃焼というものをさせていると、いうことになっています。で、これをすると、じゃあどうなるのかということなわけなんですけれども、従来ですと十分に予混合ができないということもありますので、混ざる前に着火してしまう、十分に空気と軽油が混ざらないといった状態で着火してしまいますので、不完全燃焼が起きやすい。要するにすすが多いといった状況で、燃焼してしまうということもありますので、燃費として悪くなってしまう方向でもありますし、燃焼としてももちろん悪い方向にはいくといった状況なわけなんですけれども、今回こちら2段階のエッグ燃焼室、それから多段噴射を設けることによって、一発目の燃料噴射によって、上下の燃焼室を使ってスワール効果を発生させて、そこで圧縮自着火で燃焼して、で、さらにメイン噴射としてもう一回中央部分に噴射させることによって、
スワール効果が起きている中で、さらに噴射させて、混合器を、まあ、燃やすと、まあ、いうことになりますんで、噴霧干渉というものが、まあ、避けられると、まあ、いうことになります。まあ、そうすることによって、リーンな混合器を、まあ、形成させることができて、効率的に軸トルクを取り出すこともできますし、燃費性能としても上げられる、まあ、エンジンになると、まあ、いうことになります。従来の燃焼室形状との、まあ、比較の図になるんですけれども、まあ、下の図、まず横軸がクランクアングル で縦軸、これ今2つのパラメータがあるんですけど、下が燃料噴射しているタイミングで、上が最大燃焼指圧が出ているタイミングということで見ていただければわかりやすいんですけれども、従来の燃焼室ですと、まず TGC の手前で一発立ち上がります。で、そこからまた一回下がって、TGC 過ぎて下がって、TGC から少し遅れたところで、最大燃焼指圧ということで立ち上がっていくわけなんですけれども、まあ、これですと少し効率としては悪いと、まあ、いうことになります。で、今回、この二つの分割式の燃焼室にすることによって、どうなるかと言いますと、燃焼速度が非常に高くなったというのがあります。上視点を過ぎてすぐのところで最大燃焼圧力というのが発生しているということになりますので、まあ、ちょうど TDC を超えたすぐのところで最大燃焼指圧が取り出せると効率的な軸トルクというものが、まあ、取り出せるようになり、かつ燃費性能としても高くなる、まあ、無駄に燃焼しなくても出力が軸トルクに変換できるようになることになりますので、まあ、これだけの違いが従来の燃焼室から2つに分割させた燃焼室へ変えることで生まれてくる性能になるということになります。ということで、今回マツダの CX60 の直力のディーゼルエンジン見てきたんですけれども、まあ、今回もすごくマツダの技術力に驚かされました。で、最後にもう一度まとめると、まあ、二段エッグ燃焼室の採用、まあ、これによって DCPCI ということで空間制御用混合燃焼、これを実用化させて排気量拡大で100ニュートンアップしています。で、それでいながら先代の 2.2 リッターのディーゼルエンジン、実用域で 8% もの燃費を向上させたということで、直力になって縦置きになったということもものすごく衝撃的だったんですけれども、エンジンの内部でやっている燃焼技術、まあ、ここがものすごくびっくりさせられたところかなと、まあ、いうことを私自身今回、まあ、感じた次第で、まあ、それだけでもこの車を買う価値というのは、まあ、十分にあるんではないかなということを今回改めて感じた次第になります。はい、ってことで今回はマツダの CX60、こちらのスカイアクティビティ 3.3 リッターディーゼルエンジンの燃焼技術についてのご紹介を今回いたしました。当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っております。また最近では車の装備のレビュー等、またこういった技術的なコンテンツの配信等も行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画運用の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。